皆さんこんばんはでは日本のニュースでございます昨日ロムナイソのノンストップ軍で公安省は同ーの軍委員会と協力しニャンチャ工業団地のフォンギフロサ株式会社で訓練捜索計画などの訓練を実施しましたフォルモサ株式会社三階の石油パイプルレンに問題があり油漏れで火災が発生し燃料は 石油とナイロン繊維であったため、約300人が働いている間に火災は急速に広がり、大量の煙と有力ガスを発生させたという想定で行われました。火災を発見し、現場の部隊は最初の消火活動を行い、労働者を避難させると同時に専門のボ防火予備消火部隊を呼びました。 火災がどんどん大きくなっていることも想定しているためホーチンミン市文春省、バリウフンタウ署の警察第87両団の部隊科学軍を動員するとともに国防局は科学事項として実施しほぼ6時間後に火は収まりました訓練の終わりにロ南内署人民委員会のバトゥンルック副委員長は 連署から学んだ教軍は、事故が発生した場合、その場で4つというモットーをスムーズに適用する必要があることを強調しました。公安部の消防署は、訓練の高く評価し、訓練を通じて、ド内イの消防訓練は非常に効果的に実施されることを示しています。 インタルネーションズが発行したインスパイレン2 0 2 2レポートによりますとベトナムは外国人が勤務・生活するのに最適な場所のトップ7に入っていますインタルネーションズは52カ国と地域で働く1万1970人の労働者を対象に調査を実施しましたベトナムは個人金融の過程労機で優れていると評価されており 著作局のリストで1位にランクされています以前有名なカナダの旅行雑誌ドチェワルはデジタル流木民というフレーズで知られるデジタル流木民の生成にもも適期した自由の観光地のリストも公開しましたこれによりますとベトナムは10カ国で8位にランクされています 8月1日から全国白41カースの料金カソで通過する際に料金所で提示することなく通過できるノンストップ料金所システムを開始しましたこれにより8月上旬からすべての料金所でノンストップの料金助走サービスを利用できるようになりますサービスカードを付けていない車両は通過できません令和政府副訴訟は、 料金所が完了していない場合、都市課は全責任の負い料金の助手せず、無料で通過させることになると乱言しました。これは、人々の時間を節約し、交通渋滞を回避し、路地に承認の宣伝と透明性を確保するのに役立つという政府の秘書に高い決意です。 昨日、イスラエルはロケット攻撃に対応として、ガザ地区からのバレスチナ人労働者の就労ビザを取り消すことを決定しました。この決定は、イスラエル軍とバレスチナ人の民間人の間の連絡系である領土内のイスラエル政府の作戦、コーリネスタクシーによって発表されました。ハマスは、ガザ地区で起こったすべてのことに対して責任を負っていると発表しました。 同日早くガザ地区からイスラエル南部に4発のロケットが発射されましたが死傷者や被害は報告されていませんそれに応じてイスラエルの戦闘機はハマス軍に対してクバクを行いましたこの事件はバイデン大統領がイスラエルと地域区への訪問を終えてから数時間後に発生しました東京区は昨日スーダンの アオナイルッで十数の家族が暴力から逃げたということですそこでは2つの部族間の継続的な衝突により少なくとも33人が死亡しましたスーラン・保健所の声明によりますと7月11日に暴力が発して以来ベルティ族と保健所の間の土地紛争に関して少なくとも白8人が負傷し16店舗が 消失しましたあるロセルス省の当局者によりますと多くの人々が警察署に避難を求め不安が多くの死傷者が出ましたアーガラ氏は具体的な筋を明らかにしませんが暴力をエスカレートさせるために朝廷人の存在が急務だと強調しましたご清聴ありがとうございました